松田一家のドアはいつも開けっぱなしふフッさあ今宵も始まったぞ。 松田一家のドアはいつも開けっぱなしの時間だ。今宵のパーソナリティは、チーム宴、狂気のパフォーマンス担当、金目、そして、絶望のメインボーカル担当、白金だ。よろしくな。<laughs> この番組はな、恐怖の松田一家に集まる若手アーティストが、 週替わりで放送するラジオ番組だ。我々チーム宴の他にも、4組の個性あふれるみんなで、毎週金曜日に放送しているんだ。せいぜい聞き逃さないように気をつけな。<laughs> はい。ではまず、白金さん。どうしたのだ、狂気の要。はい、くどい。はい。 はい。では今回の茶番はどのような意図で行われたのかを説明よろしくお願いします。いやー、10月といえばやっぱこう、ハロウィンじゃないですか。はあ、はあ、ハロウィンね。そうです、そうで、ん、す。 やはり、い、あの、ハロウィンということで、はい。やっぱちょっとこう、ホラー的なね、こう、雰囲気をこう、全面に出して、こう、うん、リスナーの皆様にね、こう、はい、楽しんでもらいたいなって、こうそう思ったわけですよ。うん。あの、うん、全くね、あの、ホラー要素感はなかった。うん、いや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 ,いやもう、何言ってるんですか、要様。これ、めっちゃこう、悪そうにやってたじゃないですか。ほら、要様だって、こう、ノリノリでやってたでしょ、だって。いや、そりゃね、はい、あの、茶番はね。はい。 本気ですすかららねね素晴らしいでで様はじゃあ引き続きの茶番の続きをね,じゃあねやりません<ー>、はい、ということで最初のコーナーに行きましょう<い>まずはこのコーナー松田一家ののおすすめモニュメントのコーナーナこのコーナーはさまざまな場所に存在するモニュメントを我々独自の観点で皆様にご紹介させていただくコーナーです、うん、今回我々からご紹介させていただくモニュメントはこちら 亀戸の富士塚でございいますねほうほうはい、こちらの藤塚、うん、どこにあるんよということなんですけども、こちら、JR 総武線亀戸駅から徒歩約20分。意外に遠いですね。まあ、ちょっと遠いですね。亀、はいえー、戸駅南口改札を出て、こう京葉道路に進んでいただいて、はいえー、左に、ね、曲がっていただきました左に、はいて、はいえー、そこからずっと と、二つすらまっすぐ進んでいただきまして、はい、えー、亀戸9丁目交差点をですね、はい、こう、右に曲がって、右にさらに左に曲がって,って、ね、さらに左に曲がるんですね、はい。右に曲がって左に曲がるってことですね。はい、えそして、え三、ー、つ目の、こう、曲がり角を、こう、曲がって、こう、まっすぐ進んでいただくと、えー、そこに亀戸浅間神社があります。はい、はい、はい。で、その浅間神社の車内に、今回のおすすめモニュメント、亀、はい、戸の星塚があるわけですね。 あのこちらなんですけれども、<ー>なんかもっと簡単な行き方ありませんか、ね、簡単な行き方ですかはい。え、そうですね、まあ、これ、バスで行ったらね、もう簡単に行けると思いますよ。あのバス停の,その浅間神社っていう,こうバスのあるがありますので、うん、あのそこにこう、ちょっと。 行っていいいいただければいいかなという感じですね。<う>ま,ああまあさらに行ってしまえばまあ亀井戸駅から降りていくよりもあの新宿線の,あの東大島まで降りた方がもう早いっていうことですねああ <laughs> 都営新宿線ですねそうですねはい訪れた方がまあ早いっちゃ早いですけどもねまあでも亀戸からねあの亀井戸へ亀井戸,駅亀井戸な、ね、地域のがねこ戸広いですから広いですからねはいまあねそこにあるということで じゃあ詳しくはじゃあ、はめ藤塚に関して。こちらの藤塚はですね、郊外塚と呼ばれているんですよ。郊外はい郊外って、一文字の漢字なんですけれども、こちら、竹かんぶりに、社マーク。社マーク神社のあの、あのあれですか、鳥居の横棒2本に縦棒2本あるじゃないですか。ありますね、あれね。 っは？蹴り上げられたような感じをしているんです。ああ、あのひょいえどひょいっていうなに？え斜めです。斜めにこうひょいな感じ。片足ひょい上げてる感じです。可愛いやつね。そう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 。ああそういう感じなんですか。あの冠の下に交線二本の縦線二本。ああはいこちらではあの高外って呼ぶんです。それで公害って呼ぶんですか。え難しい。えでこの公害ってどういう意味かなと思ったんですけどこちらの髪飾りみたいな。あ。 あ、そういう意味なんですか。公害って。あ、そうなんですね。はい。髪飾りみたいな意味らしいんですよ。はい。で、こちらあの社殿によりますと。ええ、大和尊命の有名なやつ。はいはい。あの、お妃さんですね。あの、音橘姫が荒れた海を沈めるために、海に身を投げた後その公害、髪飾りがこの地に流れ着いたとされているんですね。あら。はい。 で一方この塚の最上部には、うん、あの亀戸浅間神社の本殿が長く建っていたため、うん、あの都の、ね、再開発事業に伴って、うん、1999年に移転この地は同神社の本殿の跡地でもある、うんはい、これらの、ね、歴史と伝統を語り継ごうと<お>2012年の6月にね、うん、あの富士塚の正面に この郊外塚の説明板を設置しさらにあの富士山の世界文化遺産登録を機会に<お>長年の懸案となっていた富士塚の石碑を設立することとなったわけです。なるほど、うん なんかこう難しい説明ですね。頑張りました。つまりどういうことですかね。まああの石碑の中ではこの子新しい子ってことですね。なるほどね。結構新しめのやつってことですね。まあでもそのなぜこう立っているのかっていう由来もちゃんと分かりやすいように看板も立ってて歴史をみんなにもね知ってもらいたいってことですよね。なるほどなるほど。いやんかこう歴史あるものだそうで。 ななかかいいですね、これ、まあ、すごいこう亀戸らしいこう歴史ねこう江戸情緒あふれる感じの頑張ってるね、頑張ってるね、うまくうまく、なんかあの、乗っかろうと頑張ってるね。あこう難しい、こうたけるっていう言葉にしいですけど、うせあの黄色い人ああなんかそのイメージしかないですけど、あ大和たけるさんなので、ですよね。あのよく電車に。 はられてますよね。あの、英語のやつですか、ね。怒涛の英語力みたいな。あのー、ああ、それね。あち、あちらの方。あっち、あちのね。あちらの方です。あ、まあ、わかりました、わかりました。まあ、はいはい、みんなには伝わってるかわかるんですけど、ね、あの我々の身内の黄色い人ではございます、ねうんそうだよね。わかりました。はい、間違いないようにね。はい。はい。わかりました。 ということでね、亀、はい、戸の藤塚というところがあるので、もしよろしければね、はい、こう歴史もちゃんとこうありますので、はい、どういうところなのかってもう全部書いてありますから、はい、一度ね、うん、そういうところにこう、ちょっと亀戸駅からちょっと遠いですけど、うん、まあでもね、こう、優秀正しき神社なので、うん、ね、行ってみてはいかがかなと思っております。はい。はい、ということで以上、おすすめモニュメントのコーナーでした。さあ、続いての企画はこちら。 チーム宴プレゼンツ第4弾<っ>白金式人生で一度は行ってみたい変幻自在決めゼリフを選手権イェーイーこのコーナーは日頃ダラダラ無駄に生活している夢も希望もない家畜人間たちのためにファンタジーかつホープに満ちゃそれでいてホットでストロングなシチュエーションゼリフをリスナーの皆様に聞いて楽しんでもらおうというとってもハッピーマテリアルなコーナーですはい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 、はい、それではルールを説明したいと思います。え、まず、 テーマに沿ったシチュエーションをお互いに決めていただきまして、はいえー、その時の人生で一度は言いたいセリフを言ってもらいます。うんえー、お互いにこう発表し終わりましたら、最後にどちらのセリフが良かったかを、こう、松田一家の主である。はい この世界を暗黒の淵に陥れた恐怖の女神、デーモン松田先生に勝敗を決めてもらいたいと思います。これ後で怒られるパターン。怒られるやつ怒られるパターン。やめてやめて。煽らないで。ということで、え白金式企画スタートということで、まずはね、テーマを決めていきたいと思います。え何がですかね、今回のテーマ。テーマ。まあまあまあ、前振りがありましたから。はい、前振りがありましたから。まあやっぱこう、怖い感じのね。怖い感じの。テーマですよ。はい。はい。 世紀末ですか正<規>末 <laughs> でも世紀末 <laughs> お前をやろうかってやつ <laughs> もっと可愛くいくあ可愛くいくいきます逆に。くい,くいやいやいやや、っぱここは前振りの通りに怖い感じでいきましょうよ。はい、怖い感じ。うん ということで、何ですかおし、えお化けお化け、かわいくなったな。かわいくなったな。じゃあ、キャンディキャンディあキャンディあね。キュートね。じゃあ、やっぱこう、10月ですからね。はい。やっぱこう、トリックはトリートまあ、もともと決まってますからね。まあまあまあ、ハロウィンで。ハロウィンハロウィンテーマでね、やっていきたいと思いますよね。はい。ハロウィンで一度は行ってみたいことですか。うん。そういうことですね。 はい、じゃあ今回どっちからいきましょうかそうですね最近私黒星が多いんでねららちょっと先にやっといた方がいいますかじゃあ先にやっときましょうかじゃあハロウィンでしょうはいテーマハロウィンで、うんえー、一度は言ってみたいセリフということでじゃあ要様今回,そう、ね、今回キュンキュンさせられるかなちょっと頑張って <laughs> 頑張ってちょっと作ってみたいと思いますはいリスナーの皆様にね心に響くかどうかってことですからねはい、はい、ではそれでは準備はよろしいでしょうか それでは、えー、要様、カット1、よーい、アクショントリックアトリート。お菓子くれなきゃ、いたずらするぞーえ何してるのかって見ればわかるだろハロウィン満喫いや、子供じゃないんだからとか言うな。じゃあ、じゃあどうしようかなお前を捕まえなきゃ、 いたずらするぞ <laughs> えどっちにしろいたずらするんじゃんっていやそりゃそうだ今日はハロウィンだからなあこれは待って逃げんなよなるほどね、はい、いやーなんか若いっすね若いいつもはほらちょっと結構こう年長的な感じでやっておりますけど <laughs>、はい、今回は若めで行ってるわけですね、はい、そうですねはいちょっと してみまフレッシュですねフレッシュですあんまりこう見たことない感じですけどどうでしたかやってみてやっててみね手応えはまあそうですよね結構テーマも難しいですよねハロウィンってことでどういたずらに結びつけようかなっていうそうですねちなみにね僕から一つ一つ言わせていただきたいんですけど冒頭かぶってますね <laughs> 僕だ<の>と <laughs> ああまあまあでもでも内容違いますから<あ>内容違いますから、ね、はい、はい、まあでもちょっとお楽しみにということで,そうです、ね、じゃあちょっと合図じゃんお願いしますええー、それでは白金さんのテイク1アクショントリックアトリートお菓子くれよお菓子どうこの衣装めっちゃ怖いでしょお菓子くれないといたずらしちゃかんねーえな何 ちょっか顔近いよえな何えちょちょいや,いや,やめーってな何すんだよえいたずらしたくなっちゃったってく、ククあ暴えてろよーということではいはいあのー、一つ言っていいですか、はい、これ負けた感半端ねえんですよいやいやそんなことないでしょ <laughs> そんなことないですよ <laughs> あのー、ちょっと説明させてくださいね。はいはい、あのー、これあのー、すごいこう、ョタな感じでやったんですけど、あのー、こう、扉ね、こう、多分おじいさんとかおばあさんとかが多分住んでるんだろうなと思って、はい、こう、扉開けて、 たお菓子をくれないといたずらしあうぞみたいなことをやる予定だったんですけどはい、はい、出てきたらすごいべっぴんさんなさん色気べっぴんな大人のお姉さんで、はい、やっぱショッターですか、はい、純粋じゃないですか、うん、まあだからその色ん別な変な意味ではなくて「誰たりっかたりっいたずらしあうぞ」って言って。 たらお菓子をくれるもんだと思ったんですよ。うん、でもほらロケムンムンだから、うん、多分あの初対には多分刺激が強いんでしょうね。初対 <laughs> めっちゃやしい,よっていうな。<laughs> だからなんかこう急なね、うん、急ななんかこうあれしされて、うん、あのやっぱドキドキしちゃったんでしょうね。はいはいはい。だからちょっと少年心にそう少年心、はい、でもそれをすごいこうやりたいなって思って。はい はい。経験してみたいなと思ってやったんですけども、うん、まあ、どうだったでしょうかって感じですけど、ね。はい。<laughs> <laughs> まあ、今回はね、あの、出揃ったということで、えー、じゃあ、この勝敗をね、えー、この世界を暗黒の淵に陥れた恐怖の女神、デーモン松田先生に、えー、勝敗を決めていただきたいと思います。はい、ということで、今回の勝敗はどっちが良かったでしょうか <laughs>、えー <laughs> たかたんほらね。いやじゃ今回の勝者は白金でしたありがとうございましたということで、以上白金式企画でしたえそろそろお別れの時間が迫ってまいりましたえ今回やった企画の感想や、我々の質問や応援メッセージなど、皆様からのメールをどしよし、お待ちしておりますはい。宛先はこちら。matudda-ikka-atmaak atosuta.com 松田一家アットマークアトスタ .com はい、そして我々チームタたは細々とアメブロもやっております。はい、その名もお祭りユニットチームタたのパーリナイムはい、気になった方はこちら s.ameblo.jp スラッシュ p a r a s a i t o TEAMUTAGES.AMEBRO.JP スラッシュパラサイトチーム宴まで、はい、そのほかにも各メンバーのツイッターや SNS ともやっているのでぜひチェックしてみてくださいねはいそれでは今回のラジオはここまでです、うん、お,お相手はきょうらんのパフォーマンスカナメ え、あのー、あ、絶絶望のメインボーカル、白金でしょーそれでは、また、バイバーイ。バイバーイ